ことありません？なんか肩が凝りすぎた時に、何にもしてないのにパソコンの作業とかしてずっと首を同じ姿勢にして緊張した状態でいるとフラッとするとか、肩が凝りすぎて首の筋肉がパンパンに凝っている状態をイメージしてくださいね。その時は例えばいつもこう緊張しちゃってると、そうするともし私がこう右に傾いたとした時に、耳の三半規管は私の頭が右に行ってるよって脳に情報を伝えた。でも首の筋肉は左も右もガッチガチに固まってしまっていると、本当なら右の首肩の筋肉が収縮して左が伸びているのだから、ああこれは右に向いてるよっていう情報を首の筋肉から脳に上げなければいけないのに、両方ともが肩こりだと左右のバランスの伸びと収縮がうまく脳に伝わりません。そうすると情報を伝えられた脳としては、あれ目の情報も右だって言ってる、そして三半規管の情報も右だって言ってる、でも首の情報は曲がってないというかね、左右バランスがまっすぐだよっていう情報が上がってきた。そうすると脳の中で情報がうまく統合できません。そうするとそれを調節しようとして脳としては情報の誤差としてめまいを感じるのではないかと考えられています。